アホらしい。珍しく意見があったね。匂うよ、もし。え？頑張んなよ。じゃあバーベキューがいい人。はい、よし決定。材料は？肉にソーセージにエビ。野菜もいるんじゃない？野菜なら僕は育てたの持ってくよ。あ、それ完璧。ねえ、フォークダンスってどんなのがあったっけ？オクラホマミクサーとか。ね。じゃあ3種類ぐらいあるといいよね。そうだね、じゃあ探しとくね。あとキャンプファイヤーといえば歌もありだよね。歌。歌？うん。何歌う？キャンプファイヤーの定番ソングといえば燃えろよ燃えろだ。フランス民謡に日本の歌詞をつけたもので、日本で最初に歌われたのは。どんな歌だっけ？ちょっと歌ってみて。あ、いや、あの歌はやめよう。そうだよね、高杉君。そうなの？ま、泊まりがけということですが、くれぐれもトラブルのないように。はい、付き添いは高杉先生と滝先生に頼んでありますから、よろしくお願いします。ういふーい。本当に大丈夫なんですか？キャンプなんて子供たちを増長させるだけだと思いますが。大丈夫ですよ。僕たちが中学生の頃はそんな心配してませんでしたよ。松尾先生はいろいろナーバスになりすぎなんですって。今と昔は時代が違うんです。手綱を緩めるとこちらの弱みや隙を見透かしてくる。何をするか分かったもんじゃない。今日の沢渡りにしたって反省してるなんて怪しいもんです。もっと生徒を信じましょうよ。信頼には信頼で答えようと思う。生徒たちだって一緒ですよ。人ってそういうもんじゃないんですか？どうでみどりちゃん今日機嫌がいいね。今日はね。でもさ、キャンプごときで大騒ぎしちゃってさ、大変な時代になったもんだよ。昔は定番だったよね、クラスでキャンプなあ。ああいうのって大人になってから思い出すんだよね。ああ楽しかったなーって。だよねって聞いてんのか。おい、むしゃくしゃしてたって何があったんだろうな。沢谷、あもうそんな心配すんなよ。心配しますよ。あいつが何かに悩んでるなら力になりたいって思うでしょ。え、沢谷まだあざのこと何も話してないんだ。うん、そうなんだ。そっか。何、なんか嬉しそうだね。別に。うん、それよりあんた担任なんだからしっかりしないとダメじゃん。ちゃんと生徒の気持ちをつかまないとね。頑張ってね先生。お、もちろんです。お、そのためにもキャンプファイヤーは絶対盛り上げて盛り上げて生徒たちと心を一つにするものにしなければって痛いんですけど。あっ、酔っ払ってるんですか。キャンプファイヤー楽しみだね。そうだね。政府は学生を交付して全国にまず何を作ったか。はい、はいはいはい。沢渡り先生、無駄だって。沢渡り授業なんか聞いてないし。沢渡り、学校。ああ惜しい。ちょい惜しい。じゃ、小学校。正解。やればできんじゃん。これが国民改革を目指した義務教育制の始まりです。持つんだよ。すいません。もうちゃんとやれよ。もうすいません。はい、じゃあ男女一組ずつペアになって。絵じゃないよ。ほらほら急いで。やりましょう。お願いします。あ、じゃあ、はい、行こう。僕は別に高杉くんでもいいよ。照れちゃってかわいい。あ、ちゃんと手つないで。高杉くんうまいね。
今日は終了。お疲れ様。ねえマリアマリアマリア、もしかして沢谷君と付き合ってんのって。マジかよ。おい、なんで黙ってたんだよ。いつからいつから。マリアが沢谷選ぶなんてさ、マリアみたいなお嬢様タイプは沢谷みたいなワイルドなのに憧れるんだよね。くだらな。どうかなんとか言っちゃって、本当は羨ましいんだろ、この子の、この。はい、どいて。滝先生の初恋の相手って先生なの？そう、中学の時の体育の先生でした。もうかっこよくてね、優しくて爽やかで。いや先生好きになるなんてないっしょ、ね、うちの学校ろくな先生いないし。あーまあ確かにね。ねえ先生のファーストキスっていつ？え？聞く？そんなこと普通聞く？いるねえ、聞く、ね、なんか滝先生ってお姉さんって感じがするからさ、そうあんま先生って感じがしないっていうか。うーんまあ非常勤講師だからね。ねえ先生彼氏いんの？いないいないいないってば。私も彼氏欲しいの。どうも。高杉は女に厳しいからいいんじゃない。ちょっとはしゃぎすぎな感じもあるよね。塾の就職のことはすっかり忘れてるようだし。ごめんね、待った？うん。はい。はい。この間はどうも。お前か、俺の弟殴ったのは。帰れ。でもいいから帰れ。おい、随分かっこいいまねするじゃねえか。暴力はダメだからね。二度と無意味な喧嘩はしないこと。したんですか。沢渡が高校生相手に喧嘩して警察のご厄介になったんですよ。喧嘩？そんな何かの間違いじゃ。間違い？だって沢渡もう二度と喧嘩はしないって私と約束したんです。そんな約束当てになりませんよ。第一限にこうやって警察に報道までされてんだ。それに相手の言うことには女の子と一緒だったらしい。なんかやらしいわね、中学生のくせ。待ってください、それ私です。え、あなたが一緒だったの？いえいえ違います。恋が叶う町内で3日間星を見てキャンプに行ったら結ばれるって私が沢渡に言ったんです。あなたどうしてそんなことを。私はただ。あなた非常勤講師でしょ。教師として責任取れないのになんでそんなこと言ったんですか。非常勤だからじゃないですか。普通の教師だったらそんなくだらないおまじないなんて生徒には勧めませんよ、絶対に。非常識だ、非常識すぎる。おい、おはようございます。杉先生、教頭と3人で話しましょう。10分後に会議室で。はっ。私先生たちのとこ行ってくる。いいって別に。滝先生
先生違うの、沢渡君は喧嘩なんかしてない。言い訳なんかねしたくないから。先生信じてよ。そんなこともうどうでもいい。私には何にもできないから。無理なの、私本当の先生じゃないしさ。授業だけやってればいいんだし。ひどいよ。応援するって言ってくれたじゃない。しょうがないでしょ、所詮私非常勤講師なんだもん。やっぱり先生なんてみんな一緒じゃん。いざとなったら見捨てるんで。綺麗事ばっかり言いやがって最低だよ。先行なんて。沢渡君、それで沢渡は返しましたよ。俺家まで行ってきます。ただ待ちなさい杉先生。明日のキャンプどうするつもりですか。え、ここは中止するのが正しい判断だと思いますが。どうしてですか。あなたこの間何て言いました。信頼には信頼で応えるのが人間ってものだ、生徒だって同じだ、そう言いましたよね。それを沢渡は見事に裏切ったじゃないですか。まあ最終的な判断はあなたですから。どうするんですか。お願いします。近所の広場でもいいですから。近所の広場。教頭先生や松尾先生がもう生徒のことを信じられないと言うなら俺は何も言えません。他の保護者や先生方もそうなのかもしれないけど、俺はそれでもまだ生徒を信じると。はい、教頭先生お願いします。お願いします。何かあったら杉先生、あなたが責任を取ってくださいよ。ありがとうございます。講師が辞めることになったんですけど、もしよかったら一度面接にいらっしゃいませんか。どうですか。あ、はい、ぜひ。それじゃあ早速ですが、明日の午後1時にいらしてください。明日。あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。まあそう落ち込むなって。よいしょ。はいよ、ちょっと臭いけど。まあな、こういう商売やってりゃあんなことしょっちゅうなんだよ。あの程度のこともマシだ。全然マシだよ。私明日のキャンプパスするから。え、面接に行くからさ、塾の講師の。そんでさ、高須、もしダメだったら結婚して。私やっぱ無理なんだな、先生なんて。いいよ別に。そんな最低な結婚お前が本当に望むなら。お前最低だな。俺はお前の就職の滑り止めだ。違うか。高須のバカ、頭きた。上等だよ。結婚してやる。お見合いでも何でもして結婚してやるから。
バカ。